皆さんこんばんは。今回はドラマや映画で人気だった水嶋ヒロさん、紐になったやニートなどと言われていますが、実際現在はどうなのかお話しします。まずは軽くプロフィールをご紹介します。本名斉藤智弘、生年月日1984年4月13日、37歳、出身地東京都、身長180センチメートル、血液型 AB 型、職業俳優、小説家、実業家、 YouTuber、 妻はシンガーソングライターの彩香さん。幼少時代から小学校卒業までをスイスのチューリッヒにあるインターナショナルスクールに通っていて、帰国子女で英語が堪能ですね。スイスで暮らしていた頃は日本人というだけで差別やいじめの経験をしているそうです。大学在学中の2004年に自分の将来やりたいことを見つけるために一人で海外へ留学してみようと思い、その資金集めのために何かいいアルバイトがないか探していたところ、仲が良かった芸能関係の仕事をしていた大学の先輩からモデルの仕事を紹介され、ファッションモデルとしての仕事を始めたそうです。テレビ初出演はクリームなんとかで、2005年にドラマ極戦の生徒役で出演し、俳優として本格的にデビューしました。そして2006年1月29日から放送された仮面ライダー兜では主人公の天道総司役を演じ、さらに翌年放送の花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスに出演して注目を浴びましたね。そして2014年公開の主演映画黒執事では共同プロデューサーも務めているそうです。プライベートでは2009年2月22日にシンガーソングライターの彩香さんと結婚し、2015年6月19日に第一子の誕生を報告されました。そして2019年10月19日に第二子の誕生を報告。そんな水嶋さんは結婚して以降にテレビで全くと言っていいほど見なくなってしまいました。水嶋さんをメディアで見なくなって以降、仕事は何をしているのでしょうか。調べたところ意外な仕事をしていることが明らかになりました。水嶋さんは現在複数の会社を経営しているようです。まずはバセドウ病を患っている彩香さんを支えるために所属していた事務所を辞めて、株式会社 A ステーションという会社を立ち上げたそうです。この会社は彩香さんの親族と ABEX グループの協力を得て立ち上げたようで、主に彩香さんの楽曲の管理や提供を行っているそうです。そして2016年4月に設立した株式会社サードアイコネクションズですが、簡潔に言うと芸能活動を独自で行っているそうです。2018年に Amazon プライムビデオの東京 BTH に日本では9年ぶりのドラマに出演されていますね。さらにジュードロップという自社ブランドを立ち上げていて、シャンプーの販売をしているそうです。このシャンプーの特徴は、子供から大人まで男女問わず全身を洗えるオールインワンシャンプーということで、これだけ聞いても体に良さそうですね。そしてこのシャンプーの売り上げも好調なようで、試してもらった周りの人たちからはかなり好評で、嬉しいことに 100% リピーターになってくれてると話しているそうです。そして株式会社次元ですが、アルバイト求人情報サイトや賃貸物件情報サイトの運営をしている会社だそうです。その株式会社次元 CLO をしているそうですが、 CLO とは最高人材組織開発責任者という役職だそうです。つまりお偉いさんですね。水嶋さんは経営者という肩書きの他にもイメージモデルもしているそうです。2018年にタキシード、グレッシアのイメージモデルに起用されています。この他にもテレビや AV 機器や PC 関連機器などを開発している LG エレクトロニクスジャパン株式会社のイメージキャラクターもしているそうです。さらに水嶋さんは国内外のベンチャー企業への投資も行っているようで、自社ブランドのプロダクト開発や EC サイト開発を進めながら、他社との共同プロジェクトの計画なども進めているそうです。
この時点で水島さんは起業家や投資家で成功してるそうで、すごい人になっているのがわかります。さらには YouTuber としても活動してるようで、登録者数は約23万人で YouTuber としても成功しているようですね。そして気になる収入ですが、先にお話しした会社経営とベンチャー企業への投資、イメージモデル、YouTuber、小説の印税があります。小説というのは2010年12月15日に「かげろう」という小説を出版していて、ポプラ社小説大賞を受賞する100万部の大ベストセラーとなっていますね。このことから推定年収は1億を超えていると予想されているそうです。さらにはイクメンぶりがすごいと話題に。水島さんのインスタグラムの写真を見ると、お子さんとの投稿も多く、育児に積極的なんだそうです。そんな水島さんが自分の理想とするライフスタイルから逆算してみたとき、その先の働き方が定まってきたんです。今は家族との時間を最優先しながら仕事もこなすことがテーマ、自分のライフスタイルの延長線上に仕事を作ることを意識していますと話していたそうで、彩香さんを支えるために会社を立ち上げ、多数の仕事をこなしながら子供との時間も大切にしているようで、家族愛がすごいですね。そんな水島さんの今後の俳優としての復帰についてですが、映画や連続ドラマの出演は拘束時間も長く、長期間スケジュールが抑えられてしまうので、どうしても家族や会社に負担をかけてしまう。拘束時間が短いものであればできなくもないですが、今はできる範囲でしか難しいですねと話しているそうです。この発言から現在の段階では俳優として復帰する可能性は低そうですね。今回のまとめとして、これまでのことからヒモやニートといった噂は間違いだったことがわかりますね。最後に水島さんは自身の幼少期を振り返り、小さい頃から温かい家庭を築くことが夢だったと、その条件にぴったりと当てはまる人が彩香さんだったと告白していたそうです。これまでの人生の約3分の1を一緒に過ごしていると言っている2人ですが、これからもお互いを支え合って幸せな夫婦生活を送ってほしいですね。現在では家族を第一に考えていて、仕事でも成功しているようです。そして今後の水島さんファミリーが幸せであることは間違いなさそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。